こんにちは。どういらっしゃい。三浦さん、今日は、はい、普段は僕たちマウンズの車を作ってるんですけど、はいはい、この車がどんなところで作っているのか、はい、お店からちょっと紹介させてくださいって来たんですけど、まあいいけど、どうだろう、なんかそんなうちの会社見るとこあるかな。ものすごいでかいリップがついてるとか、そういうのはうちはあんまりしないんで、僕が作ったというよりも、なんかもう周りが決めてくれたみたいなマインズらしい車作りがあって、やっぱりレスポンスを良くするということは、部品部品が軽いこととバランスなんですよ。これにもうみんなロムがいっぱい詰まってるんです。じゃあまずガレージから案内する。はい、ここはちなみに何をする場所になるんですか？まあいろいろ作業したり、まあいろんなことだね。さすがですよ、綺麗な車が2台ここにも見えてますから、はい、これあのうちのデモカーの一部で、うん、まあ、うちでは本デモカーって呼んでるけど、 34GTR のレストアというか新車復元というか、まあ、ピッカピカですねこれ、うん、もうもったいなくて作ってから一回も乗ってないような。もうこれ走らせるときはもちろん僕たちに声かけてもらうんですよね、これ。いや、もう走らせたくないなと。エンジンちょっと見せてもらって。エンジンね、もうネジ1本まで新品。もうエンジン下ろして。ちなみにエンジンどういう仕様なんですか、これ？ 2.6 リッターのそのまんまで、うん、まあ、各部、うちのそのコンプリートエンジンっていうものの基本形が入ってる。これちなみに前にあの僕らにあの後ろそのワインディング走らせてもらった車ってこれですか？そうだね、同じだね、あれ、あの時、あの時は三井郎選手が乗ったのかな、うん、筑波で、まあ、この格好して、まあ、要は見てもらうと分かるけど、ものすごいでかいリップがついてるとか、うん、スポイラーが自流ウィングだとか、そういうのはうちはあんまりしないんで、うん、それで57秒フラットぐらいまで走れる車と思ってもらえる。三浦さんが言ってるうちのレギュレーション的なところはどういうところか、具体的にちょっと話してもらっていいですか？僕が作ったというよりも、なんかもう周りが決めてくれたみたいな、なんかマインズらしい車作りみたいなのがあって、うん、見た目は普通だけど走ったら速いっていうのが三浦さんのレギュレーションなんですか？そうだね、あ、まあそれはもう十分だから、エンジンルーム内なんかは極力ターボチャージャーのそのレイアウトなんかもあんまり変えずに、外見は変わらないけど、その中身のチャラが違うとか AR が違うとか、そんなところが中心なのかな。まあこれタイヤテストなんかでも走る時で100ラップぐらい走るんですよ。その100ラップをどうこう安定して走らせるかっていう問題で、まあ結構そのやっぱり過酷であって、絶対オーバーヒートはしないとか、油温が上がらないとか、オイルは消費しないとか、いろんな部分で、まあ、あとは大きなレギュレーションとしては、今外見ノーマルとまでは言わないんだけども、ちょっとしたリップをちょっと広げるとか、後ろのスポイラーを少し上げるとか、少し大きくするとか、まあ、基本的にはカーボンとそのチタンで武装したっていう感じの作り方かな。実際どのくらい軽くなってますか、ノーマルに比べると？まあ、オプションだから悪情しますけど、非常に軽すぎて、オプションビデオなんかで体重測られる時は分からないように、その重りを積んだりなんてしたことも以前はあったよね。こっちの3号は3号はこれはあのこれは 3.8 リッターの、まあ、うちのコンプリートエンジンが乗った車で、まあ、さりげなくユラタクって、あのムンクラのユラタクヤさんがこうデザインしてくれたエンジンカバーとか、へー、それでまあ面白いところでは、なるべくパイピング類なんていうのは、うん、あんまりこう大げさに僕はやりたくないんで、うん、これは、うん、ゴムが膨らまないように止めてるんですよ、うんうんうん、それによってやっぱりそこがプワッとだいたい熱でこう膨らんでくるから、こうピックアップが落ちてきたりとか、うん、日産の人なんかもびっくりしてたよね、これはね、ほおーなんてまあ、あとはこういうチタンを使って、うん、あの前から空気を吸わせるとか。これも軽くなってるんですか？まあ、うちの車っていうのは、うん、軽くしよう軽くしようとして軽くしてるわけじゃなくて、うん、結果的に軽くなると考えてもらえばいいんじゃないかなと思う。何かを外したりとか、うん、どっかを削ったりとか、
じゃなくて、だからカーボンのシートをつけるから結果的に軽くなる、チタンをつけるから結果的には軽くなる、でそれが軽量化、それがまあ簡単に言うとレギュレーションってやつかな。建物2回あると思うんですけど、はい、そういうところってちょっと今回見せてもらってもいいですか。もうどうぞ。たくさん入ってきてるエンジンをひたすら毎日作り続けてるから、じゃあ中山に案内させる。素朴な疑問ですけど、新倉さんってエンジン組んだりするんですか。しません。即答。で、まあここがあのエンジンいろいろ作る場所で、担当の中山なんで、何でもあったら聞いてください。めちゃくちゃやっぱ涼しいですね、部屋はね。衣装温度が溜まってます。ちなみに今何組んでるんですか、ちょっと見せてもらって。そうですね、これはあのお客様の車なんですけども、新品のブロック と、これは 2.8 ですね。今単造のピストンと単造のコンロットと、まあ、1段面のコンロットで、それで、まあ、クランクも単造って感じですね。 VR より26の方が多いですか、普段。そうですね、一時期は VR すごく多くて、まあ、海外にもよく行ってたんですけど、今はまあ安定して RB が多いですね。 RB 多いし、まあ、2.8 結構多いね。そうですね、多いですね。結局今までそのニッパチとか、そのこうチューニングのそのなんていうの、まあ、ピストンにしても非常にその強度はあるけど重たかったんですよ、クランクシャフトも。だ要は04をやるためとか、うちなんかの場合はそんなに700馬力も800馬力もこれ RB26 で出そうとは考えてないんで、やっぱりレスポンスを良くするということは、まあ、コンピューターのセッティングもともかく、やっぱりその部品部品が軽いこととバランスなんですよ。あんまりお金かけたくないっていう人にはクランクシャフトをやっぱり軽量するんですよ。ただクランクシャフトを軽量するって簡単に言うけれども、やっぱり基本的に軽量するとやっぱり強度が落ちる。ただし強度が落ちない削り方っていうのも実際あるんですよ。だからうちの車なんかはあの 2.6 のバーマー使う時にはこのクランクシャフトをノーマル使って、やっぱり回転をリミットをちゃんと決めてっていう、まあ、レースの世界と一緒だよね。基本的なそのなんていうのかな、うちはそんな食われるほどいじらねえんで。それじゃあエンジンパーツでマインズスペシャルみたいなパーツないんですか。あるけども、まあ、あえてマインズスペシャルなんていうのはあんまり歌う必要もないし、まあ時としてやっぱりチタンのコンロと使ったり、うん、ピストンできたものを削ったり、うん、軽量するように。チタンコンロートってちょっと持たせてもらってもいいですか。あの素直な感想を。ノーマルです。じゃあノーマル、どっちでチタンです。ああもうね。あ軽っ。こんなに違うんだ。鈍感な重さまで分かる分かる分かる。これはすごいよ。だから要はうちの車大体どれ乗っても NA みたいな回り方をする、多分ターボ、うん、っていうのが言われてましたよね。レスポンスよく回るエンジンっていうのは、いくら僕がコンピューターだけ頑張っても、うん、結局コンピューターで追い詰めていくっていうのは結果的にどう超えた時にはやっぱり無理をしてるしかないから、うんうん、基本的には点火時期なんて そんなにもう無限大に進められるわけじゃないしね、うん、回転だって無限大に回せるわけじゃないから、まあ、そういうのが基本だよね。ちなみに中山さんは、はい、月何機ぐらい RB 組んでるんですか。まあそうですね、偏りはあります。確かにあの、まあ、今回みたいにそのなんていうセールがあったりするとまとめてオーダーいただいたりとかってあるんで、うん、まあ今回もその10機ぐらいとかオーダーいただいちゃって。で、まあ、月産だと、まあ、4、5台ですかね、うん、すげえな。ちなみにでも月に5機組むそのエンジンの材料ってどんなところに置いてあるんですか。皆さんものすごい考えないですよね。そうね、これはまあ今新品のブロック使う人が結構多いですけども、こういうものはやっぱり貴重品になってくる。これ全部26ですか。そうですね、26ほとんどで。まあ今マーチノートも結構盛んにやってるんで、意外とね VR はないんですね。 VR はね、箱の中にみんな入ってて、あのうち、まあ、こういう箱とか あちこちに分散してるんだけど、一時期やっぱり結構海外で盛んだったもんですから、めんどくせんでまとめてコンピューターで10機買ったんですよ。まあその10機でもうだいぶ使いましたけどね。これでもカムとかなんかピストンとかいっぱいこれ転がってますけど、これに
すごいですね、本当に、うん、うちの裏の場なんであんまり綺麗な見栄えじゃないですけど、ミッションとかもこれはあるね、うん、ミッションもたくさん持ってますけども、あの辺にみんな隠れてやってますね、隠れてる、ええ、もう荷物が多いから、参考のミッションなんかもたくさん持ってますけど、コンピューターやる新倉さんの仕事場って、はい、どうぞ、あ、すごい、すごい、まあ今はもう何て言うのかな、ものすごい、なんかこれこれ何が、これいっぱい転がってるんですか、これ昔、これはね、これ昔のそのまだやっぱり今3人なんかが結構盛んなんで散らばってるように見えるんだけども、大体どこにあるか、これどこにあるか分かってるんですか、今大体分かってるんです、これにもうみんなロムがいっぱい詰まってるんです、工具が入ってるわけじゃないんだ、そうです、工具は僕には必要ないですから、これもたくさん本当にいろんな半導体とかその辺もいっぱい入ってて、結構年季が入ったこの機械って何する機械ですか、これはもう 34GTR を作る場合のあれとか33とか32とか、以前なんかみたいにものすごくの全盛期は1個作っててももう間に合わなかったんですよ、だからこれいっぺんに10個できるロームライター、コピー機ってことですかこれ、そうです、へえ、あとはもうパソコンと通信するものとか、まあ半導体いっぱい持ってたり、この辺の機械は現役なんですか、これ使えますよ、全部使えますよ、全部使えます、これいわゆる昔のながらのロムライターってやつですか、全部、そうです、ちなみに何年前ぐらいに買った機材なんですか、これは30年ぐらい経つ機材ですか、これ機械的に、そうですね、まあ、20、30年だね、ちなみに VX ロム最初に作った車種って何なんですか、一番最初に VX ロム作ったのはやっぱり、あの時と31スカイラインとかその辺が、そうだね、31とか、まあ DR とか、マインズとかその VX ロムとか作る前ってどういう仕事してたの、何やすの、 VX ロムを作る前、はい、僕はあのブリヂストンタイヤに12年勤めてたから、知らなかったです、まあ、だから今 BS のその開発なんかもやってるし、僕たち編集でも使わないのがでっかいパソコンありますけど、これはちなみに何やってるんですか、これでデータを作っていくんですよ、これ画面見ても大丈夫ですか、はいはい、どうぞ、これで例えばだから GTR とかノートとかその辺のやつをこう、だからもうこうずっと続くわけです、それ全てに意味がある数字なんですか、もちろんです意味のない数字入れないよ、こんな使うのかと思うよね、うん、まあ、いろんなもう制御が入ってるから、この間だからここが点火時期になってて、この点火時期をこうやっていじると進化が進むという、その点火時期の場所ってこれパッと見ただけで分かんないじゃないですか、分かりません、そこは自分の立ち、いや、まあだからこれはやっぱり今まで培った、うん、まあいろんな方法があるんですけどね、これちなみにやっぱトヨタ、日産、ホンダで全然違うもんな、でも全く違います、車によっても違います、ちなみにもうそろそろ多分日産から新型の Z 出ると思うんですけど、はい、あれもやっぱ出てきたらすぐに、そうだね、すぐやりたい、まあ、そのために 400R 買ったし、あのコンピューターはちょっと誰もができるってわけじゃなくてちょっと結構複雑なんですよ、新システムというか、うんうん、まあ、そういうこともあるし、多分 Z はそれを引き継いでくるだろうから、うん、まあその辺すぐ車も購入してやりたいなと思ってますよね、うん、じゃあ出てすぐマインズに入ってロングチューンされたのをまた飛ばしてもらっていいですか、おお、それはもうぜひ、うん、ぜひドライバーのなんか指名とかあれば、逆にあいつは嫌だけど、そうそう、山田エイちゃんやめてくれとか、エイちゃん大好きだし、あの別に最後にじゃあ、あのうちからそのなんていうのピストンとコンロットのこのそのに僕のサインを入れて、プレゼント3名の方にします。チャンネル登録よろしくお願いします。